どうも皆様、おはこんこん、ミツキックバスターです。西岡剛、戦友好楽西岡剛、スーパースピードスターへの道やっていきましょう。すげえ、初めて順序間違えました。はい、ということで今回から、後半戦ということで、まあね、ちょっと30話だと思うんですけど、すごい切りがいい数字で、ある意味後半戦に突入できたかなと思います。というわけで気合い入れてやっていきましょう。高見さん、おいっす、頼むよって、どっちかって言うと向こうのセリフですね。よし、ほんじゃまあ打っていきますか。頑張って、まあ後半戦ということでね、まあ思ったより結構早く過ぎた感じがなくもないですけども、まあでもてことは考えると大体あと、照明に火が灯りました。本当に半分だとするとあと30話ぐらいっていう感じでいいんですかね。あ、でもそう考えるとまだ長い感じがしますね。まあいいか。あっ、やっちった。ちょっと待った、そうだ、設定解除すると忘れてた。ちょっと待ってくださいね。OK です、プレイしない設定にしました。忘れてた、解除すんの。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。田口投手左だからな。西岡が打席に入ります。5試合連続安打が続いています。まあでも本当に打撃好調です。打った1本をね、左ピッチャーから打てたんで、それを自信にやっていこうと思います。ただ今日ちょっとね、調子が悪いんで、枠をいっぱいに使ってきます。まああんまり強振はせずに、あ、しまった、迷ってしまった。インコースボール、中は引っ張って外は流してっていうスタイルで、やっぱり決めてかかった方がいいかもしれないですね。これ、この球は外れています。まあ多分本来はそうするべきなのかもしれませんけど、ちょっと僕がやれてなかった。打ちました、正面、それはダメ、ワンアウトです。それはダメだな。めっちゃ詰まりましたもんね、今の当たり。自分で分かりましたからね。いや、1点取られた。え、エラー3つしてんの阪神、多くね。打順は1番に帰ります。そんなエラーしてんの誰、見れるこれで。あ、見れるか。上本さん、ごめちゃん、高見さん、なるほどね。いや、ちょっと強振いってみますか。落ちるだろ、落ちるだろ、よっしゃい。長野さん何してんの今。長野さん弾かなかった今。今弾いたよね長野さん。さあ一塁には同点のランナー。さっき見ときゃよかった。よし。もう一丁確認。あ、違う間違えた。ランナーにはいいけど、まあ牽制とかクイックはないですね。じゃあ OK、 まあ投げてきそうなんで、まずはインコース。この打席ゴロ、指示がないとちょっと走れないですね。うかつに失敗したら、なるほど、失敗したら評価ガンガン下がるんで、それは勘弁願いたい。これはどう、よし、これでは試合連続安打、ワンアウトランナー二塁一塁。さあ鳥さん、打席には3番バッター鳥谷。さあしっかりとつないで、あと1個で20盗塁か。いい形でつなげましたね。さあタイガース一打同点のチャンスです。うん、中途半端なバッティングで閉鎖するの、いや本当ライナーバックはマジで気をつけないと。なるほど、この打席の何回もね失敗しちゃってるんですよね、ライナーバックが。外の球打った、抑えた、そのまま入って2塁アウト、あっちはゲッツーか。ダブルプレーで3アウト、同点のチャンス。まあまあまあそういう時もありますよね。うって言って点取られたらきついんだよな。打順はトップに帰って西岡。次の試合前にあれですね、ちょっとこう盗塁ランキングじゃないけど、それちょっと確認してみましょうかね。結構ね走ってきたんで、ランキングいいところに食い込んでるんじゃないかなと、個人的には思うんですけど、どんな感じなんですかねやっぱり。
打ちました。あ、ミスった。うわ、なんで今の、なんで一塁アウト、スリーアウトです。なんでそっちに打っちゃった。流し打ちボタン押したわけじゃないんですけどね。あれ、なんで今の、結構痛い。あ、でも遅かったな、遅かったな今の、フルタイミングが。まあいいや。そして打席には西岡が入っています。さあ、追い上げのチャンスを迎えています。多分見、あ、もうなっただ。ちょっと待ってくれ、それはひどい。いや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 、ちょっと待って、これは。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。めっちゃ根元だな。いや、ちょっと待って、そんなところ打つ予定なかったんだけどな。いやー、これダメだな。ちょっと、なんですかね、真正面っていうか、叩きすぎですかね。真正面じゃない、ボールのちょっと下を叩くっていうのをどうやらなんか忘れた感じになっちゃったバッティングですね、今回は。うん、まあ気を取り直していきましょうか。マルチアンダー切れただけで野球センス2つ下がるっておかしくないですか。え5回投げて5失点で炎上してんのにライオンズ勝ってるんだ。オリックスの投手陣どんだけダメなんだよ、本当に。てか本当直接対決だから負けたくないんですよね。とりあえず、フィードプレイ設定を直しておきます。忘れないうちにやらないと本当忘れちゃうんですよね。球界情報だ、公式記録で、個人打撃の盗塁、盗塁、盗塁、盗塁。違う、バーカ、もうなんで戻っちゃった。丸だ、丸、丸でそうとするんですね。はい、あー、マジっすか、 25? さすがだな。てかスタメンなんですね、あの鈴木選手。おっと、今のうちに確認。あ、牽制がよくって、あとはまあ特にない。じゃあ、鳥さんで。OK。まあ、1番なんでね、打席がよく回ってくるっていうことは本当にありがたいですけども、さっきみたいなバッティングしてちゃダメですね。どうやって改善していこうかな。こう、まあ、当然1試合ごとにこうダメな時はそれを生かしてるはずなんですけど、いかんせん僕のプレースキルがなさすぎてあの反省というか向上につながらないという状況になっちゃってるんですよ、ね。いかんいかんいかん。甲子園球場からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの16回戦です。さあ行きましょう。1回の裏、タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。よし、大竹さん行きますよ。マウンドに上がるのは先発。ひとまず塁に出ないとね、盗塁も何もないですから。バッターは西岡。やっぱ塁に出ておきたいですね。これから1回の裏に移ります。今回はちょっと右ピッチャーなんで、さっきよりは多少打ちやすいかなと思いますけども、それはきついな。バルカンチェンジはきついな。ベストピッチとなるとなおさら。打てない、あかん、正面だ。センター掴んでワンアウト。そうなんですよね、こうなっちゃうんですよね、どうしても。ちょっと下で捉えようと思うとフライになってしまうんですよね。なんでだろうな。打順は1番に帰ります。センター方向に打つからだもんね。センター方向に上げちゃうのかな、多分打球を。僕の場合はまずはワンアウトを取っています。なんでこううまくこう1、2塁間とか三遊間を抜けるバッティングができれば、ね、できればいいんですけど、ボール先行です。なかなかね。打ちました。どん詰まりじゃねえか。またセカンドゴロだし。アウト、ツーアウト。ああ、こりゃひどいな。本当に追いつかれた。本当に自分でわからないんですよね、この。打順はトップに返って。打ち方のコツはそれは当然あるんでしょうけど。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打ちました。ダメ、最悪。間に合い、攻めて。一塁転送。ああ。ダブルプレー。とりあえず初球打ちやめますもう。いやもう今更だよ、今更って話ですけど。いやーちょっとひどいなマジで今日は。
どうした、なんで急になんか打てなくなって、全然そんなに間隔空けたわけじゃないんですけどね、実況も1週間ぐらい空け、なんだっけ、1週間ちょっとぐらい前撮ったの時から見ると、空いてるんですよ。ちょっとベストピッチばっかやめてって。もういい、ツーベース行く。まあいいや、やっぱ強振ダメかな、強振やめよう。次は全部ミート打ちでいきます。変に強振しようとするから多分僕打てないんですよね。そしてバッターボックスには伊藤が入ります。さあ得点圏にランナーを置いています。大事ですね、ここで特に次は強振やめます。左右されると思いますからね。なるほど、そうですね、こう芯に当てられないのに強振してるから多分僕は詰まる当たりが多いんじゃないかなというふうにちょっと自己分析してやっていきたいと思います。まあね、最近ちょっとね、西岡実況の低評価が、ワンジストライク低評価が増えてきてるんですけど、まあおそらくそういうところでしょうね。こう打てない&僕が学習していないみたいなところ含めて多分追いつかれてるし、そういうところが多分ちょっとこの視聴者の皆さんが評価で反映してくださってるんじゃないかなと思うことにしてます。ちょっと塁に出たいな、ここ本当に。ああ落ちないか、落ちないか、今のちょっと今なんか急に声張ってしまった。いやでも回ってこい回ってこい。あ終わった、誰だ、エゴシ選手かな。タイガースがなんと劇的なサヨナラ、エゴシさんがナイス、延長でのサヨナラゲームま、まあ、勝ったから OK です。イッサン試合を勝ちゃいいんすよ、勝ちゃ。いやちょっと本当に今迷子になってますね、どこ打てばいいのかっていうのが。まずいぞこれまずいぞこれ、9試合連続出場か。まあまあいいんですけど、とりあえず本当出ないことには走れないんでね、走りたいんですけど、ちょっとうまく打っていかないとダメですね本当に。1時間もない、へー、ありがとう。沢村、あーっと見るの忘れた、もうまただよ、いかんな、1個のことをやろうとすると1個のこと忘れちゃうな、ほんとバカがバレてしまう、いけないいけない。いやー、よいしょい、好天に恵まれました甲子園球場です。さてどういきますか、阪神タイガース対読売ジャイアンツの17回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊彦さんのお二人、今日はちょっとマルチはしたいですね。でお伝えしていきます、お二人どうぞよろしくお願い。ちょっと1安打じゃね、どんどん打率が下がっていくだけなんで。1回の裏これからタイガースの攻撃が始まります。なんとか打っていかないと、ほら坂本さん打率上げてるんですよね。これから1回の裏に移ります。ちょっとミート打ちでいきます今回は。初球ボール、よく見ています。うわーえぐいな、あのスプリット落ち方が半端ねえ。切れていきます、うっと、振り遅れてますね。アウトコース打ちました。うわーまた正面だよな、なんか正面になるんですよねこうやって。なんでだ、打つタイミングの問題なのかな、ちょっと本当に原因が分かんない、まあ、仲間がねこうやって無事打ってくれてるからいいんですけど、本当は僕がね、塁に、僕がというか西岡選手が出塁しないといけないんです。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。なんでなんだろう、なんで正面行っちゃうんだろうな。三振に仕留めています。インハイ決まります。ツーシームか、あ早い、打てなかった今の、はい、早いというか早く
はなかったかもしれないですね。打ちました、流しました。ここ落ちろ、追いつくか、足速いな、やっぱり今の上がりすぎたもんな。落ちればラッキーでしたけど、そううまくはいかないといったところで、ちょっと待ってくれ、本当に今日どうした、やばいぞ、配球表ストレートが多いな。6回の裏、本当に打ててないんだけど、マジで。バッターは西岡、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。タイガース、スライダーか、6回の攻撃です。ストレートの上で振りに打ったんですけどね。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあ、この点差であればまだ分かりませんからね、とにかく出塁したいですね。なんでそっち行くんだろう。ワンアウトです。引っ張りで打ってるんですけどね、無理になんか流してるみたいな打ち方するんですよね、この状況で。やばいやばい、ほんと1本は打たないとダメだ。出塁も途切れる。これ1番に帰ります。バッター西岡、今日はまだ当たりがありません。こういう時逆に強振の方がいいかもしんないな。低めです。今のタイミング迷いましたね。ここは避けたいですね。インサイド落ちろ。このフライはどうだ。落ちないのかい。2アウトランナー1塁で変わります。坂本さん守備範囲広いな。ってわけでもないか、普通のショートフライですね今の。正直ダメだ、今日はノーヒットだ。いやひどい、ちょっと本当にひどいよこれ、本当にひどいよ。5打数1安打じゃねえ。いややばいやばい、めっちゃ下がってる防御率じゃねえ、防御率じゃねえ、打率打率すげえ間違いしたな今。現在2点差、2アウトからチャンスにできるんでしょうか。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。ほんと僕が出ないとね。3球目打ちました。よし、ようやくか。打ったバッター1塁決定、ミスったミスった、オッケー、アキーバッターランナーは2塁まで進みました。もういいや、盗塁とかしゃあない。今度は2アウトランナー2塁、ここからなんとかうまくやってくれるといいんですけど。バッターボックスには代打の中谷。おお、中谷選手よく代打で出るね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね。いやでも今日本当ダメだな。返すことに集中したいところ。落としてきましたが、今回は見どころがちょっとないんだけど、マジで。外、俺は外れた。こんなこと僕が言っちゃダメなんですけど、自分でちょっと思っちゃうんですよ、そうやって。いやーちょっとねー、ちょっとねー、惜しくもあと一歩及びませんでした。タイガース大敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら勝てないのがちょっと上に、直接対決で負けるのはちょっと勘弁してもらいたいんですけどね。まあ打ってないお前が言うなって話になっちゃうんですけども、評価は多分あんま良くないな。 4.5 か、微妙だな。ミートとパワーがね、一桁しか上がらないのは多分ダメっていうことなんですね。要するにちょっと 3.5 か、きついな。はい、ということで次回は横浜 DeNA 戦3連戦をお届けしていきたいと思います。今回ちょっとね不甲斐ない、感じで本当に申し訳ないんですけども、次回ちょっと挽回していきたいなと思います。ということで以上、三木キックバスターでした。次回もお楽しみに。バイバイ。